それでは第一部基調講演に移らせていただきます本日は、米国の新国防戦略を受けた我が国の安全保障戦略と普天間問題と題しまして、内閣総理大臣補佐官で外交および安全保障をご担当の長嶋昭久様にご講演をお願いいたします。長島様は米国 ジョンズ・ホプキンス大学大学院にて修士課程を修了され日本人で初めて米国外交問題評議会常席研究員としてご活躍されましたまた防衛大臣政務官を経て2011年9月に内閣総理大臣補佐官に就任され外交及び安全保障問題に取り組んでいらっしゃいます それでは長島様ステージにお願いいたします。え皆さんこんにちは。入ってますか。入ってる。あ、えー、ご紹介いただきました衆議院議員の長島昭久です。えー、今日はあ外交安全保障に関心のある。 こんなに多くの皆様方にお集めいただきましたこと。防衛省主催ではありますけれども、政府の一人として、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。また、アメリカからご参加いただきました。グレッグソン将軍、そしてクローニン博士、ありがとうございます。たまたまですが、お二人と私、長年の友人でもございまして、今日のパネルは、そういう意味では。 西原先生、森本先生、山崎先生はじめですね、まさに日米の第一線の方々の議論が聞けるんじゃないだろうかと、私は冒頭のプレゼンテーションで失礼をさせていただくことになりますけれども、その後のパネリストの皆さんのお話が今日のメインでございます私はまあ前座ということで、ぜひ。 話を伺ってあの私の話を聞いていただきたいというふうに思います。今日の私の話はですね、基本的には安全保障戦略、つまりあの国防にかなり特化した話をさせていただきます。申し上げるまでもありませんけれども、その前に当然のことながら外交努力というのが必要でありまして、この外交については今日は射精してまさにリスクヘッジの部分について。 話を集中させたいといとう,うに思っていますちなみにあの外交についてはですね野田政権は発足以来アジア太平洋地域の新しい秩序というものを作っていこうとこういう大きな目標を掲げて努力をしてまいりました一つの柱は経済的な秩序そしてもう一つは安全保障の秩序とりわけ海 が本当に広い海に囲まれたこの地域でありますからこの海洋の安全保障というこういう2つの大きな柱でしかも新興国中国やロシアインドこういった新興国をこう取り込みながら新しいアジア太平洋の安定的な秩序を作ることによってこれから20年30年50年100年の長期的なですね 平和と繁栄というものをこの地域にもたらそうと、そのために日本が外交的なリーダーシップを取っていこうという、まあ、そういうです、ね、大きな目標を持って発足し、今なお努力を続けているところでありますで今日の私の話はです、ねあの、最初に申し上げておきたいと思いますけれども、とかくです、ね、こういう話をすると、アメリカの戦略はこうだから、それを受けて日本の戦略を考えよう。 アメリカはこういう提案をしてきているから、まあ、日本はちょっと握ってやろうとか、ですねアメリカはお金を出せと要求して、日本は基地を返せと要求する、非常にかみ合わない議論、あるいはそのパッシブな受け身の議論が非常に多いわけでありまして、私はもう野党時代からそういう議論は卒業しなきゃいけないと、日本が主体的に何をどうしたいのかというです、ね、そういう日本のです、ね、戦略、日本の主体的な 方向性というものをですね今日はなるべく限られた時間でありますけれども、そういうことを中心にですねお話をしたいというふうに思っております。先ほど日局長の話ありましたように、今年の2月ですね、先月の上旬に、日米は新しい合意をいたしました。2006年のロードマップ これはまさにグレクソン将軍が中心となって作ったこのロードマップでありますけれども、それを修正をいたしました。これを見直す協議に日米両政府が入ったということであります。この見直しの最大の意義は何か、一言で申し上げて、この見直しの最大の意義、いろんな意義ありますけれども、私が考える最大の意義は、本来日米で取り組まなければ、 なならなかった同盟の進化日米同盟協力の進化、これを深めていくという、まあ、そういう努力、そのための日米協議というものに集中する、全勢力を傾けていく、そういうですね環境を確保した、ここに私は今回の日米合意、まあ、再調整といいますか、ロードマップの調整、 いう協議の意義がまああるというふうに思っています。ちなみに一昨年日米両国はですね、日米安保改定50周年というのをまあお祝いをいたしました。ただ祝杯をあげるだけじゃなくて、その時にこの安保条約改定50周年を契機としてですね、日米の同盟協力の進化発展をしていこう、進化発展させていこうとそういうことを両国で誓い合ったわけであります。 しかしその協議、そのための話し合いのまさに入り口のところで立ち塞がっていたのが、実は普天間移設問題だったわけであります。それを乗り越えないとなかなか本質的な議論、本来やるべき議論に入れなかった、そういう期間が数年続いてしまったんです。そののの間政政権権交代してて、ね、我がが民主党政権の下で,です、ね、大混乱があって沖縄の皆様にも 大変なご迷惑をおかけし、また国民の皆さんにも相当な苛立ちを、あるいは同盟国、同盟の相手国であるアメリカにもです、ね、相当なフラストレーション、たまったそんな時期があったこと、これは率直に反省として、えー、認めていかなければならないと思いますし、沖縄の皆さんには本当に混乱させてしまったことについて、改めてお詫びをしなきゃならない、こういうふうに思ってます。しかしかですね、国際情勢は私たちを待っていて、い くれませんますます厳しくなっていく、またこの後少し解説させていただきますけどますます厳しくなっている国際情勢、あるいは安全保障環境、こういうものを考えたときにです、ね、今まさに始まっているアメリカの前方プレゼンスの再編、これは加速化させていかなければならない、それと同時に、日米の同盟協力というものも、これも加速化させていかなきゃなりません。 いつまでもですね普天間問題の解決を待っている、そういう時間的余裕がないと、こういう結論に至った、これが私たちが今回、新たな合意によってです、ね、でさっき切り離すというのを西局長、言っておられましたけれども、この普天間の移設問題とグアムの再編、海兵隊のグアムへの移転、あるいはそれに伴って、それの結果として起こる嘉手納以南の土地の返還。 こういういものをを、ね、切りり離しして議論をしようとこういうこととこここいになったわけでありますこの点がです、ね、私は今回の日米合意の最も重要なポイントでありもう一回繰り返しますけれどもこの切り離しの作業によって本来日米で取り組まなければならなかったはずのですね同盟協力の進化発展こういうことにですね日米両政府両国民が 全勢力を傾けることができるそういう環境が結果として整うことになったと、まあ、こういうことであります。でまあ、そのための協議がもうすでに始まっているんですけれどもあの、メディアの方も今日たくさんおられると思いますけれども、どうしてもです、ね、メディアの皆さんと話をしていると、アメリカ側からの提案に対して日本はどう答えるんですかとかですね、うん、アメリカはなんか、 日本のグアムへの移転経費の増額を要求しているようですけれども、日本の政府は南カデナイナの土地、どうやって返還するか、その辺はどうかみ合ってるんですかと、こういうです、ね、質問が多いわけですけれども、私は改めて今日この協議、すでに始まっている協議ですけれども、我が野田政権として、この協議の進め方、そしてその,そのための視点といいますか、そういったことを改めてです、ね、皆さんと確認を。 をしておきたいといいとううふうに思いますす手順はですねまず、現下の国際情勢、現下の安全保障環境を日米双方がどう認識しているか、この認識の共有からまず入らなければなりません。その上で、日本の戦略、アメリカの戦略、両国の戦略を示しながら、それをすり合わせて、そして最終的にアメリカのその戦略に基づいた現下の国際情勢をどう、 にどう対応していくかということを含めた米軍の配置というものが決まってくるその結果として、えー、にアメリカのです、ね、在日米軍の基地のありようというものが決まってくるわけですそしてそのプロセスの中で日米のつまり米軍とそして日本の自衛隊との間の役割分担協力の在り方というものが決まっていくでそういう プロセスをたどって初めて、ですね、私は沖縄の皆さんに対して、かくしかく近々の理由で、こういう戦略の中で、沖縄の位置づけというのはこういうものです、沖縄における海兵隊の役割はこうです、在日米軍の在り方というのはこういうことです日本と、日本の自衛隊と在日米軍の協力関係ってこうやって進めていきます、だから普天間の基地をこうしていきたいのでお願いしますと、こういうあのプロセスでなかったらです、ね、なかなか私は説得力を持って聞いていただけないんだろう。 いうふうに思っておりますそこでまず情勢認識から少しお話をさせていただきたいと思いますまこれはもう皆さんご案内のとおりでありますけれども我が国の周辺にはですね軍事的な活動を活発化させているそういう国が一つならず複数存在しておりますまたこれも古くて新しい問題でありますけれども朝鮮半島あるいは台湾海峡をめぐる 諸したがって私どもは不透明不確実な情勢というものがこの東アジアには残っているアジア太陽地域には依然として残っているんだと、まあ、こういう言い方をしていますとりわけ中国の台頭過去24年間で軍事費は実に30倍に膨れ上がっておりますそういう国防費の高い伸びを背景にしてです、ね、航空機の近代化 あるいは水上艦艇あるいは潜水艦こういったもののです、ね、近代化急速に進めてきておりますしかもその中国の海洋における行動というものがその活動領域というのは日に日に拡大をしておりますしその活動がまさに常態化最近でもこの沖縄と宮古の間のですね 中国の船が艦隊で通過をする、まあ、こういった事象がこの数年何度も何度も見られるようになりましたでこういった情勢というものを私どもは認識をしているわけですアメリカも大体同じような実は認識を持っておりますでそれに対してアメリカがどういう戦略どういう対応をしようとしているかというのがまさに 今年の1月に発表された新しい米国の国防戦略指針というものの中に現れているわけです。でここではもう皆さんもご案内のとおりですねこれまで約10年にわたってアフガニスタンイラクというものの戦争をずっと戦ってきたでイラク戦争が終結をしてそしてアフガニスタンの混乱というものがだんだん出口が。 見えてきた、まあ、そういう中でもう一度、アジアピボットという、まあ、そういう言い方をしてますけれども、もう一回アジア太平洋に軸足を置いて戦略、戦略上のアメリカの戦略上の頂点をですねアジア太平洋に合わせてきたという、まあ、まさに宣言がこの国防戦略指針に明示されているわけであります。まあ、オバマ大統領も自らの演説の中でですね、 アメリカの国防予算、大変厳しいわけですけれども、そういう厳しい中でも、アジア太平洋地域を犠牲にして、それが行われることはないんだと、まあ、こういう言い方をしています、でそのアメリカの戦略の中のです、ね、一番中心的なコンセプトは何かというと、これは2年前の2010年の QDR、4年に一度、アメリカ国防政策を見直しますけれども、その QDR の文書の中に出てきた文言。 これが a to a d a to a d に能力に対してアメリカは対抗する力をつけなきゃならないと。a to a d と聞いたことあると思いますけれども、アンティ・アクセス、エリア・ディナイラル、日本語で言うと接近拒否、領域排除、まあこういうふうに訳すことができると思いますけれども、まあ、要するにどういうことかというと、接近してくる まあ敵に対してですね海から空からそれから宇宙からあるいは陸上からあるいはサイバーの空間を通じてですね攻撃を加えることによってその接近をまあ停滞させたりあるいは妨害をしたり場合によってはそれを破壊をしたりこういうことをする能力。これを アンティアクセスエリアディナイアルケイパビリティ、a to a d 能力と、まあ、こういうふうに言うわけであります。それに対して対抗していかなきゃいけないとアメリカがこの2010年の QDR ではっきりと書いております。対抗するということは、そういう接近を邪魔する、アメリカがこの例えばアジア太平洋地域に兵力をこう投入していく、そういう接近を邪魔していく来る、そういう能力に対して、これをまあ、 あるいは場合によってはこれを逆に反撃をしてこれを無力化していくとこういうことをです、ね、米国はこれから15年20年かけてです、ね、投資をして軍の編成も変えながらこういう方向に向かっていこうというこれが2010年の QDR に書かれたことで,ありますでこの敵の接近敵のアクセスを拒否するあるいは近づけないようにする。 こういう能力はですね、軍事戦略上決して新しいものではありません冷戦期のソ連も実はこういう能力を持っていたわけでありますけれどもいよいよこの日本の近くにおける例えば中国であるとかあるいはペルシャ湾におけるイランであるとかこういう国々がそういった昔のソ連に匹敵するようなあるいはそれを上回るような AD 能力をこれから あつけてくるんじゃないだろうかというのが米米国の文書に出てくるこの認識でございます。まあ具体的に言うとですね、電線の能力とか、サイバー戦の能力とか、あるいはその地対艦船に向かってですね、艦艇に向かってそれを攻撃する地対艦ミサイルであるとか、あるいは巡航ミサイルであるとか、あるいは機雷だ機雷であるとか、まあこういったあるいは防空システム。 まこういったものを着々とこの24年間で30倍に膨れ上がった軍事力を持って準備をしてきているのではないかとまこういう議論でございますでこれをに対抗するために今アメリカは着々と兵力の見直しをしてそしてまあ国防予算も非常に切り詰めなきゃならないそういう財政状況ではありますけれどもまそういうところに優先的に予算を 配分をしてですますそ,れそこで今、アメリカの中で議論されている、まあ、これからパネリストの方々からい,ろいろ詳しいご解説があろうかと思いますけれども、注目すべきコンセプトはいわゆるジョイントおおおエアスイーバトルコンセプトというです、ね、この新しい 海と空の統合的な作戦構想、まあこういったものをです、ね、今、アメリカは作り上げて、もう何度も何度もこの間、アメリカはウォーゲームを繰り返してです、ね、これからあと10年、15年、アメリカが直面しうる、まあ、これは当然のことはわれわれも直面する能力でありますけれども、そういう能力に対してどう対抗すべきかという、まあ、こういうシミュレーションの中から、そういうコンセプトを作り上げていった。 ということだと思いますけれども、まあ、これに対して海洋、空域、宇宙、サイバー、あらゆる作戦領域をもう統合して、ですねこういった力に対して、能力に対して対処していこうと、まあ、こういうことであります、それと同時に、先ほど申し上げましたように、グローバルポスチュアリビュー、これはもう数年前もアメリカ、テロとの戦いの中でやりましたけれども、もう一度、アメリカの軍事体制を世界規模で、まあ、あ転換をしていこう。 再編をしていこうと、と、まあ、こういう努力を今しています。そこで、えー、浮かび上がったコンセプトが三つあります。えー、第一番目がですね。そういうアメリカの体制は地理的に地域にこう分散させていこう。それによって作戦上の耐久力と言いますか。高炭性、レジリエンシーとこう呼んでますけれども、作戦上の高炭性というものを,を得るように。そして加えてですね、三番目はそれが。 政治的に、例えばその基地の受け入れ国のあるいは地域を含めてですね政治的に、えー、持続可能なポリティカルサステナビリティとこういうふうに言ってますけれども持続可能な、えー、地理的に分散してさせてそしてそれがそれぞれ高端性を持ってそして政治的にも支持される、えー、持続可能な、まあ、そういう配置というものをですねこれから 新しいグローバルポッシャーリビューの中でアメリカが作り上げていこうと、まあ、こういうことであります。私はここで地理的に分散させるというこの概念、これにあの注意を喚起しておきたいと思います。私はこの地理的に分散させるという概念がです、ね、この新しいアメリカの戦略の一つの大きな重要なです、ね、キーワードになるというふうに思っています。例えば皆さんご案内の通り 昨年の11月、APEC の後ですけれども、オバマ大統領はオーストラリアに行ってです、ね、オーストラリア北部のダーウィンというところに、海兵隊、部隊をこれから数年かけてです、ね、最初は250人から始めて2500名、目標にしているようでありますけれども、このダーウィンにローテーションで配備をする、あるいはアメリカの作戦機をこのオーストラリアの北部にです、ね、これもまた,またローテーションで 展開をしていくとこういう合意を日本アメリカとオーストラリアは交わしたわけでありましてまさにこれは北東アジアを中心にです、ね、兵力大量の兵力を貼り付けておくというこれまでのポスチャーからです、ね、この地域全体を使って抑止力を高めていくそういうです、ね、分散のポスチャーにアメリカは転換をしたわけです。さてじゃあ我が国の防衛戦略は あ、どういう風になっているか、まこのことが極めて重要です。主体性というからにはえ、我が国のポスシャーというのは大変重要であります。で、これも実は2年前の暮れであります。けれども、新しい防衛計画の対抗の中で明らかにしてあります。そこで強調されていたのはですね。これまでには防衛力部隊をこの配備しておく存在させる。それだけに頼った防衛力からですね。 それを動き回らせるといいますか活動させるそれを活発に動かすとこういうことで防衛力抑止力というものを高めていこうこういうことが強調されていております私たちはこれを動的防衛力動的抑止力ダイナミックディタランスとかダイナミックディフェンスケーパビリティこういう言い方をしておりますけれどもこの2010年の 太鼓というものによりますとですね、速応性とか機動性、柔軟性、持続性、こういう多目的な目的をです、ね、踏まえてですね、高度な技術力を使ってこの動き回る、そういう動的な防衛力を作っていこうと,でとりわけです、ね、1400キロの長さの海域にです、ね、数百の島が点在するこの南西諸島ですね。 この南西諸島の実は防衛力が非常に手薄になってきていると、まあ、こういうことを、こういう地理的特性にまあ応えるためにです、ね、この地域に必要最小限の新たな防衛力というものを配備しながらです、ね、情報収集、警戒監視、こういった能力、あるいは防空の能力、こういったものをきちっと整えて、南西地域の防衛体制というものをもう一度、 強化をしていくと、まあ、こういう方向性を打ち出したわけであります。で、この日本の掲げたですね、動的抑止力、動的防衛力というコンセプトは、まさにですね、アメリカがグローバルポッシュレビューの中で,です、ね、グローバルポッシュリビューの中で示した分散の考え方、高端性の考え方、こういったものと、まさに一致しているわけです。でこの2つのつ考え方をシンクロ ハーモナイズさせながら日米の同盟協力というものをこれから展望していくというのが今私たちが立っている位置でございます。まあ、以上の日本とアメリカの戦略そして対応措置というものを踏まえた上で,です、ね、もう一度アメリカの在日米軍の在り方在日米軍の意義というものを考えていくときにです、ね、これはまさに地域における 抑止力の要の一つであるということが言えるというふうに思いますしその中で海兵隊の果たす役割唯一の地上部隊しかも展開柔軟にですね機動的に運用することのできるその陸上部隊としての海兵隊の役割というのはますます私は重要になってきているというふうに思っています今回の日米の協議の中でもですね この海兵隊の部隊配置について、もう一度検討し直そうということになっています、その時のキーコンセプトは、先ほど申し上げた、まさに地理的に分散させて、そして作戦上の運用上の高端性を持ち、そして展開している先の政治的な支持というものをきちっと得られるような、持続可能な、政治的に持続可能な、そういうものを確保していこうと。 いうことでありましてこれはまさにアメリカのグローバルポスチャーリビューの中でそして日本側の動的防衛力というものと合わせたその日本とアメリカの合わさったそのコンセプトの中で,です、ね、もう一度海兵隊の在り方というものを考え直していこうと、まあ、こういうことでございまして、えー、まあこの2つが相まってつまり日本の防衛戦略とアメリカの防衛戦略自衛隊の配置 アメ,リカのアメリカ軍の再配置、こういったものがまさにパッケージになってです、ね、1つになってこの地域全体の抑止力というものを高めていくということが言えるという,ふうに思いますで。そうやって分散させるという話をするとです、ね、当然のことながら、じゃあ沖縄にはもうそんなに必要ないじゃないか、もっともっと他の場所に行けばいいじゃないか、あるいは沖縄の普天間の航空基地も別に沖縄に置いておく必要はないんじゃないか。ハワイやグアムに もっともっと分散させたらいいじゃないかと、こういうまあ議論になりがちでありまして、このことについて、政府がですねきちっと責任を持って、これに対して回答をするということは、私は日本政府のにとってのですね大変大事な責任であるというふうに思っておりますので、き今日は私もこの点について、少し皆さんにお話をさせていただきたいというふうに思います。結論から申しし上げますすととこういっったた分散化のの流れの中にあったとしてもですね 私はますます、この沖縄の持っている地理的な有用性というもの、有効性というものは、ますます高まってきておりますし、これ、アメリカの前進配備というものが沖縄に存在することの意義というものは、私は決して小さくないというふうに思っています。これはですね、例えばア,メリカアジアのですね各地で不測の事態が起こったことを少しイメージしていただければ、私は分かりやすいんじゃないかというふうに思います。 東アジアにおけるこの主要都市とです、ね、沖縄との位置関係というものをやっぱりもう一度お,お,お,おさらいをしておく必要があろうかと思います沖縄はそういう意味でいうとロケーション的には絶妙の位置関係にございます例えば沖縄を起点にして考えるとです、ね、日本の函館に行くよりもベトナムのハノイに行く方うが近いですねあるいは東京に行くよりも香港の香港やですね フィリピンのマニラに行く方が近い、あるいは大阪に行くよりもソウルに行くほうがちょっと近い、福岡に行くよりもですね台北や中国の上海に行く方がはるかに近いでありますねで。こういう位置関係にある沖縄であるということをまずイメージをしていただきたい。でこれは裏を返すすとですね沖縄が経済的に アジアとつながるポテンシャルものすごく大きなポテンシャルを持っているということでもあるわけですけど、まあ今日はそのことは本題でないと話しません安全保障上戦略上非常にそういう意味で重要な位置にあるということこれが一つとそれからもう一つはですね先ほど中国の話をしましたけれども、うん、この地図をですね中国側から太平洋を向けてこう地図をちょっとこう世界地図をイメージしてもらいたいんですけれども中国が太平洋に出るためのその道をですねちょうどこう塞ぐように 存在しているのがこの沖縄を含むですね日本の南西諸島の島々なんですね。でこれをあの第一列島線とこういうふうに呼ぶ言い方もあります。グアムがあるところはこれが第一列島線。第一列島線というのは日本列島から南西諸島、台湾、フィリピン、ボルネオに至るこのライン。それから第二列島線というのは小笠原諸島からグアム、サイパン、テニアンを経てパッパ、ニューギニアに至るまあこのラインでありますけれども、この南西諸島 中国がこう出ていこうとするところをこうなんかこう塞ぐように存在する南西諸島のまさにど真ん中に位置しているのが実は沖縄であります。先ほど申し上げた第一列島線、第二列島線の議論もあります。この議論から言うとですね、第一列島線に存在する沖縄、そして第二列島線に存在するグアム、この戦略的な位置関係というのは非常に重要、しかもこの第一列島線と第二列島線の間の広大な海はですね、 太平洋の東側と西側まさに我々は西側に住んでるわけです。けれども、まアメリカ合衆国がその東側にいるわけです。その東側と西を結ぶですね。通称航路帯がもう。何本も何本も服装しているそういう会議であります。それから、またアジアで何か起こったときにアメリカ。あの本土から例えば兵力が。 投入されるそのパワープロジェクションのその経路がまさに海の経路が通っているのがこの海域でもありますのでそのおまさにちょうど西太平洋に入ってくる入り口のところにグアムがあってそしてその出口のところに沖縄があってこのグアムと沖縄にアメリカのある程度のですね抑止力というものが維持されるということこそがですねこれがまさに我が国の 安全保障にとってもそして地域の平和と安定にとっても極めて重要だということが言えるというふうに思いますでこのグアムの戦略上の重要性というものは例の2月に日米の間で合意した共同声明日米の共同声明の中にも重要なコンセプトとしてもちろんことながら語られております。沖縄があって グアムがあってそして南にはオーストラリアがあってそしてちょっと下がってハワイがあってこういうそのアジア太平洋地域をこうまさにこう網羅していくような形で分散してさせてです、ね、アメリカの前方プレゼンスを配備していく、まあ、こういうことそしてしかも海兵隊を含めて考えるとそ空の戦力と地上戦力とそして司令部機能と後方支援機能とこれマグタフと言いますけれども。 マリーン・エア・グランド・タスク・フォースといってマグタフとこういうふうと呼びますけれどもこういうマグタフの能力というものをこの地域にまさに分散をさせていくということが新しいアメリカの戦略であり我が国がアメリカと一緒に協力して今度このアメリカの動きに対して日本としてどういうふうにこう協力をしていくかあるいはどうやって日本が共同の 活動を続けていくことができるかとこれがまあまさに問われています。もう一点強調しておきたいのは今回の切り離しの作業によって、実は沖縄の負担の軽減も早期に図られる可能性が。 出てきたといここうういいとでございますこの第一歩になったいうことでありますすなわち普天間の移設が進まなければグアムへの移転が進まずグアムの移転が進まなければカデナイナンの土地が返ってこないこういう、まあ、リンケージだったものが今回は切り離されることによってです、ね、グアムへの移転を加速化させその結果として 嘉手、えー、イ以南の土地、これはまあなかなか一つ一つ見ると大変な作業を伴うわけでありますけれども、まあ、日米の間でこれ,これにまあ交渉をしていこうということでありまして、まあ、まさに政治的に持続可能な状況を作っていこうということで、えー、日米が一致したということであります。最後に一番重要なことをを申ししし上げますままあ、す今現状認識をしてまいりました日米の戦略 これを外観ししてままいりましたその日米の戦略をそれぞれ見合いながらです、ね、これから日米同盟の進化ということを我々は取り組んでいくその中で最も重要なポイントは何かこれは日本とアメリカの役割任務能力 r、まあロール m ミッションズ、ケイ n ビ c ティ、r m c という言葉を聞いたことあるますけれども。 この日本とアメリカの役割分担というもの、この大きな戦略の中で日本とアメリカの役割分担をもう一度見直していくというこの作業が極めて重要でございます。動的なさっき私たちの日本の戦略に出てきましたダイナミックなリタナス、動的な日米の防衛協力というものをこの任務役割能力の分担を更新する中でですね、どうやってこれから 新たな役割分担を確定していくか、これが実はこれからの日米の協議の最大のポイントだというふうに思っています、そこのキーワードは何か、共同です、共同、共に働く、まあ、インテグレーションと言ってもいいかもしれません、共同で作戦計画を作る、そして共同でその計画に基づいて訓練をする、そして共同でオペレーションをする。 その共同でオペレーションをするものを支える施設や区域というものを共同で使う、共同使用ですね、基地の共同使用、こういった共同というものが、私はこれからの日米のです、ね、防衛協力、RMC のコンセプトの一番重要なポイントになる、そこでの最,最も私は今日最後に強調しておきたいのは、そのための共通の意思決定のメカニズムというのが、 実は大変重要だとということであります今も日米の間では共,同共通の意思決定をするためにですねいろんな調整メカニズムが働いておりますけれどもそれは平素からだんだん危機が高まって緊急事態に至るまでこのシームレスにですねシームレスに日米の間で協調調整政策調整ができるようなそういうメカニズムをですねそろそろ日本とアメリカとの間できちっと確立を してていってそこで情報共有をしたり政策協議をしたりそして共同の共通の意思決定をしていくというそういう形をですねこの今回の同盟の間のですね新しい日米協議の中で私たちは 実現をさせていくそうすればです、ね、まあ、この数年間の瞑想も意味があったんではないかというふうに私は改めて思っているわけでございまして、き、まあ、今日私は問題提起をさせていただきました、これから現場をよく分かっておられる皆様方にです、ね、忌憚のない意見交換をしていただいて、まあ、ぜひ国民の皆さんの間で,です、ね、これから日本とアメリカは何をしようとしているか。 どういうことに気をつけて、この日米協議を進めていこうとしているかということを改めてご認識をいただければ大変ありがたいというふうに思っています。